ハンバラ神社は、島根県雲南市下茂町にある神社である。旧社地にあった古墳から、慶章三年の命を有する三角延伸住居が、出土したことで知られる。大国出身、岩戸男命、岩戸女命を祀る。出雲国風土器大原群場の神元京の項に、所こづくり、天下大庭のご在籍を継求書なりとある。当初は、 大国出身のみを祀ったものとみられるが、宝永5年に、水戸や天満宮宮寺の広沢うる史重がまとめた、神原神社演技では、祭神が、岩戸男命、岩戸女命とされている。出雲国風土器には、神原社と記され、神技館に所属しているとある。演技式神明朝に、神原神社と記されている。慶長16年の棟札には、神原松井大明神、 前述の、神原神社演技では、神原神社松井大明神、松井上宝大神宮、教法二年に出された、雲用紙には、神宝明神と記されている。明治4年12月に尊社に列せられた。現在の社殿は後述の赤川の改修工事に、友内昭和47年に遷移されたものである。神原神社古墳の石室旧社地は、古墳の上にあった。この古墳は、 古墳で復元した場合の規模は29メートル、25メートル、高さは5メートルほどと推定される。島根県では最古に属する前期古墳である。昭和47年の赤川の改修工事で社地が新堤防域に組み込まれるために神社を南西に50メートルほど遷移することになり、その際に古墳の発掘調査が行われた。縦穴式石室からの出土品の中に、義の 継承三年の命が出された三角円新住居があった。この道教を含めた出土品は一括して国の重要文化財に指定されている。出土品は国所有で島根県立古代出雲歴史博物館に保管。石室は移築された社殿の東側に復元されていて自由に見学できる。11月9日に行われる例祭には 県指定向け民族文化財の獅子舞が奉納される。神あり祭りの期間には神事が行われる。ありがとうございます。